先日、健康診断を受けたんですけど、肝臓の数値が高いって言われてしまって。脂肪肝かもしれないって言われたんですが、ネットで調べたら、脂肪肝以外にもいろいろな病気があるみたいで、正直、怖くなってきました。そうですね、肝機能異常の原因は多岐にわたります。脂肪肝はその一つですが、他にも考えられる病気があります。それぞれの病気には特徴的な症状や原因がありますので、一つずつ詳しく解説していきましょう。ありがとうございます。先生の解説はいつもわかりやすくて感激しています。医療に関する先生のわかりやすい解説、もっと多くの人に知ってもらいたいですね。ありがとうございます。実は私たちの情報をもっと多くの人に届けるために YouTube チャンネルを運営しています。もしこの内容が役立つと感じたら、チャンネル登録をおすすめします。登録することで、最新の健康情報やアドバイスを受け取ることができますよ。それは良いですね。私もたった今、チャンネル登録をしました。すぐにチャンネル登録ができました。実に簡単でした。高評価ボタンもクリックお願いしますね。はい、今、押しましたよ。それではまず、ウイルス性肝炎について説明します。ウイルス性肝炎？ウイルス性肝炎は、肝臓を攻撃するウイルスによって引き起こされる炎症です。主に、B 型や C 型の肝炎ウイルスが原因となります。感染すると、黄疸や疲労、食欲不振などの症状が現れることがあります。そういえば、最近疲れやすい気がします。怖くなってきました。次はアルコール性肝疾患について説明します。アルコール性肝疾患とはどういうものですか？アルコール性肝疾患は過度なアルコール摂取が原因で肝臓に障害が生じる病気です。初期は脂肪の蓄積から始まり、炎症や肝硬変、肝臓がんへと進行することがあります。毎晩たくさんのお酒を飲む友人がいます。心配になってきました。次は非アルコール性脂肪性肝疾患について説明します。非アルコール性脂肪性肝疾患、お酒をあまり飲まない人に発症する病気ということでしょうか？はい、その通りです。これはアルコール摂取が原因ではないにもかかわらず、肝臓に脂肪が蓄積する病気です。悪化すると非アルコール性脂肪性肝炎、肝硬変になってしまいます。最終的には肝臓がんを発症してしまう患者さんもいます。脂肪肝がさらに悪くなった状態ですね。そこまで悪くなる前に病院に行く必要がありますね。気をつけたいです。次は肝硬変について説明します。肝硬変ってそもそもどういう状態なんでしょうか？肝硬変は肝臓の細胞が繰り返し炎症と修復を繰り返すことで、正常な肝組織が繊維組織に置き換わってしまう病気です。進行すると肝臓の機能が低下し、様々な合併症を引き起こすことがあります。元の正常な肝臓の状態には戻れないとされています。肝硬変にはなりたくないな。だんだん怖くなってきました。次は薬剤性肝障害について説明します。薬剤性肝障害ってどういうことでしょうか？これはある種の薬物やサプリメントが肝臓に有害な影響を及ぼすことで起こる病気です。医師から処方された薬やサプリメントも薬剤性肝障害を引き起こす可能性があるのです。また肝障害を起こしやすい薬はある程度知られています。症状や程度は摂取した薬物の種類や量、個人の体質によって異なります。そんなこともあるんですね。知らなかったです。次は胆石症や胆管炎について説明します。胆石は聞いたことがあります。胆石症は胆嚢や胆管に石ができる病気です。胆管炎は胆管が炎症を起こす病気です。どちらも肝機能の異常を引き起こすことがあります。悪化すると腹痛、黄疸、発熱など様々な症状が出ます。胆石がある人は心配ですね。次は肝臓や胆嚢、胆管、膵臓の腫瘍について説明します。腫瘍ができても肝機能が高くなるのですね。肝臓、胆嚢、胆管、
膵臓に良性や悪性の腫瘍ができることがあります。肝機能障害をきっかけに腫瘍が見つかることも決して少なくありません。進行すると手術ができない場合もあります。肝臓、胆の、胆管、膵臓のがんはなかなか初期では見つかりにくいと聞いたことがあります。心配になってきました。次に自己免疫性肝炎や原発性硬化性胆管炎について説明します。自己免疫性肝炎、原発性硬化性胆管炎、全く聞いたことがありません。自己免疫性肝炎は体の免疫システムが誤って肝臓を攻撃することで起こる病気です。原発性硬化性胆管炎は胆管が炎症を起こし、次第に狭窄や閉塞を起こす病気です。どちらも早期の診断と治療が重要です。なるほど。脂肪肝以外には肝機能異常の原因となる病気はたくさんあるんですね。はい、肝機能異常があった場合、病院で検査する必要があるのです。先生、肝機能異常が指摘された場合、脂肪肝以外の病気を診断するためにはどんな検査が必要なんですか？良い質問ですね。肝機能異常の原因を特定するためにはいくつかの検査が行われます。まず基本的な血液検査から始めますが、それだけでは原因を特定するのは難しいことが多いです。血液検査だけでは原因を特定するのが難しいんですね。それではどんな検査が追加で行われるのでしょうか？まずウイルス性肝炎の疑いがある場合、肝炎ウイルスの抗体やウイルスの遺伝子を検査するウイルスマーカー検査が行われます。これにより B 型や C 型の肝炎ウイルスの感染を確認することができます。アルコールが原因の場合はどうでしょうか？アルコール性肝疾患の場合、血液検査で特定のマーカーが上昇することが多いですが、アルコールの摂取量や摂取歴などの問診が非常に重要です。また肝臓のエコー検査や CT、MRI などの画像診断も行われることがあります。薬が原因の場合はどういう検査が行われるんですか？薬剤性肝障害の疑いがある場合、まず患者さんが最近服用した薬のリストを作成します。その後、特定の薬が肝臓に影響を及ぼす可能性があるかどうかを調査します。必要に応じて肝生検などの侵襲的な検査も行われることがあります。腫瘍が疑われる場合は、肝臓や胆のう、胆管、膵臓の腫瘍の疑いがある場合、まず超音波検査や CT、MRI などの画像診断が行われます。腫瘍の性質や大きさ、位置などを詳しく調べるためです。必要に応じて生検も行われることがあります。自己免疫性の病気の場合はどうでしょうか？自己免疫性肝炎や原発性硬化性胆管炎の疑いがある場合、特定の自己抗体の検査が行われます。これにより体の免疫システムが肝臓を攻撃しているかどうかを確認することができます。また肝生検を行って病変の程度や種類を確認することもあります。詳しく教えていただきありがとうございます。これらの検査を受けることで原因を特定し、適切な治療を受けることができるんですね。はい、それが最も大切です。早期に原因を特定し、適切な治療を開始することで病気の進行を防ぐことができます。何か気になることがあればいつでもご相談ください。詳しく教えていただきありがとうございます。これらの病気についてもっと知識を深めて、早期発見、早期治療を心がけたいと思います。それが最も大切です。定期的な健康診断や生活習慣の見直しを行い、早期に異常を察知することがこれらの病気の予防や進行を防ぐ鍵となります。ありがとうございます。ただ先生、実は私、病院や医師が苦手でしょうがないんです。医師と話すのが怖くて、医師と話すことを想像するだけで動悸がします。そうですか、それは大変ですね。どうすればいいんでしょうね。話しやすい医師に出会えるといいですね。受診する前にホームページや YouTube で医師のことを知っておくと安心できるかもしれません。なるほど、その手がありましたね。まずは病院を受診しようと思います。先生、
ありがとうございます。これからもアドバイスをよろしくお願いします。もちろんです。ぜひ他の YouTube 動画もご覧くださいね。